ランス外務省はこのきらびやかな雰囲気の中、パビリオンのテーマについて発表しました。豪華な装飾が施された部屋で発表されたのは、2025年の大阪・関西万博でのフランスパビリオンの概要です。Le pavillon de la France sera conçu autour de l'hymne à l'amour. テーマは愛を意味するアムール。愛にまつわる展示で、社会や環境面での新しいビジョンを示します。フランスは独自でパビリオンの設計・建設を手掛ける予定で、建築資材には再利用やリサイクルができるものを活用し、屋上には庭園を設けます。またパンの店やフランス発祥のファッションブランドディオールによるレストランが入るということです。ただ建築資材の高騰や人手不足などを背景に建設の遅れが懸念されています。Mais c'est vrai que au Japon c'est plus compliqué, plus cher. On peut dire que globalement les moins chers étaient à peu près 30% au-dessus du prix qui avait été estimé par les bureaux d'études techniques japonais.当初、日本側からの提示額が予算に合わず、面積の縮小やスタッフのオフィスをプレハブにするなどして、少なくとも11億円削減しましたが、建設には36億円余りがかかるということです。責任者は4月には着工にこぎつけ、年内には内装工事に取り掛かりたいとしています。一方で彼は機運情勢にも課題があると指摘します。Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de followers sur les réseaux sociaux pour l'exposition universelle de Dubaï, de Riyad 2030 que d'Osaka 2025. 広報戦略の見直しの必要性を訴え、フランスも協力していきたいと話しました。あと3ヶ月で開幕まで1年。大阪に向けられた世界の期待は大きいです。